トンパ文字、またはトンバ文字とは、中国のチベット東部や雲南省北部に住む少数、民族の一つが氏族に伝わる、象形文字の一種である。ナシゴの表記に用い、異体字を除くと、約1400の単字からなり、語彙は豊富である。現在、世界で唯一の生きた象形文字とされる。2003年、ユネスコが主催する世界記録遺産にも登録された。 ナシ族の中でもごく少数のトンバと呼ばれる司祭によってのみ受け継がれている文字である。中国語での音訳は、あずまともえ。トンバ同士の間で代々継承されてきたため、社会全体での標準化がなされておらず、異体字も多い。また、言語をそのまま書き記すものではなく、内容も宗教や伝承に関するものが多いため、真の意味で理解するのはとても難しいとされる。 主に毛筆で書かれる。世界の文字の中でも唯一色によって意味を変えうる文字であり、黄色はお金、黒は悪などの意味合いをつけて字の意味を広げていく。絵文字に近い独特の象形文字で、単字の構造は古代中国の甲骨文字に類似する点もあるが、文字に込められた民族的な意味合いなどは同じ意味の文字でも異なる場合が多い。例えば、点を表す文字の場合、 甲骨文字の点は、破壊とは切り離されたものであり、いかなる感情も持たないとされている。しかし、トンパ文字の点は、優しく力強く、世界を覆うといった意味を持っている。ちなみに、トンパ文字の、女は、同時に、大きいという意味を持ち、男は、同時に、小さいという意味を持つ。これは、ナシ族文化が、伝統的に、母系社会であることに由来する。漢字のように、 複数の部品を組み合わせて、会議字を作ったり、音を表す部品を復帰する構成法も用いられるが、漢字のように明確な部首を持つまでには発展していない。また、象形文字を作りにくい、形容詞などは他の動音の文字で代用することが多くの文字で行われている。なし族の活動範囲で、特に重要な地名や、 なし族と古来から交流のある民族などには独自の文字が作られている。霊光玉竜雪山金彩などは独自の文字を持つ地名である。トンパ文字で作成された古代なシ族の百科事典とも、いえる、宗教転籍、トンバ行が残されており、2003年には、ユネスコの世界の記憶事業に登録され、デジタル保存が進められている。霊光は、 世界遺産に登録された後、中国内外から多くの観光客を集める観光地になっているが、トンパ文字は商店や同票に中国語と共に併用され、ナシ族地域であることを強調するために使用されている。ただし、これは地元のナシ族のために併記されているのではなく、あくまで旅情を高めるための観光的な使用である。一つの漢字に一つのトンパ文字の対象表があり、 それにより、機械的に変換されているだけのことが多い。現在では、なし族でもトンパ文字を使いこなせる人は少なく普段は、中国語、漢字を使用する。20世紀の終わりに、日本でも紹介され、長漢字等で利用できるフォントが市販されている。以下は長漢字に収録されている、トンパ文字の一部である。トロンコードにて、コードポイントが定義されている。ありがとうございます。